誕生日に贈る言葉。12月29日生まれの現実主義者のあなたに、危機物語。12月29日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは、コミュニケーション能力が高く、上品で、好感の持てる物腰で、丁重でありながら駆け引き上手です。高い理想を抱いていますが、現実的な面もあり、目標を達成するためには、どんな努力も惜しみません。支配性である、ヤギ座からも影響を受けるあなたは、自分が価値を認める目標や計画に対しては、献身的な情熱を注ぎます。戦略家のあなたは、アイディアや製品を売り込んで利益を上げる方法を鋭く察知し、積極的な取り組みをします。時々わけもなく、資金不足への不安が頭をもたげますが、誠実で社交術に優れたあなたは、お金に不自由することはありません。豊かな想像力と独創的なアイディアを持ち、勤勉で先見の明があるあなたは、その能力をビジネスに生かすか、あるいは芸術などの精神的な活動で才能を発揮するかもしれません。美しい声を持ち、自分のイメージを意識しているので、人に魅力的な印象を与えることができます。ただし、贅沢好きで虚栄心が強いため、浪費癖には注意しましょう。23歳を過ぎると、太陽が水瓶座に移動するため、慣習や伝統に縛られずに行動できるようになります。過去から解放されることで、あなたはもっと自由になり、自分の信念に従って生きていけるようになります。グループ活動、人道的な問題、自己表現などに対する興味が高まるでしょう。次の転機は、太陽が魚座に入る53歳の時に訪れ、これを契機に、精神面をさらに重視するようになります。それは、未来への展望、夢、人間関係を直感的に理解する力となって現れてきます。12月29日の誕生花は、ヒイラギ文字。花言葉は、清廉。ラムサからの今日のメッセージ。あなたのすべきことは、自分自身を信ずることだ。そして、私の語ることを使うか使わないかは、あなたの自由だ。あなたにとって正しいと思えることを選びなさい。あなたは完全に自由なのだから。それでは、あなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。